M-1 はアメリカ海軍の潜水艦。同系艦はない。M-1 は1914年7月2日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所でニューヨークのエレクトリックボート社向けに寄港した。1915年9月14日にサラディーン・ロバーツによって命名浸水し、1918年2月16日に MR ピアース少佐の指揮下収益した。 M-1 は潜水艦の設計、建造における新型技術のテストベッドとして設計された。サイモンレイクの設計による単核船体の潜水艦とは対照的に M-1 は二重船核が採用され、世界初の複核船体構造を持つ潜水艦であった。バッテリーは新たに設計されたものが導入され、過去の欠点のいくつかを解決することとなった。 同系艦は建造されなかったが、本艦の運用によって得られたデータは、AA-19 潜水艦の設計に導入された。収益後 M-1 は、第二潜水分艦隊に所属し、ロードアイランド州ニューポートを拠点として活動した。その後3年にわたって、東海岸で作戦活動及び潜水艦の折り組み員に対する訓練に従事する。現役最後の年には、 第3及び第5潜水分艦隊に所属し活動した。6年間の試験及び訓練活動後、M-1 は1922年3月15日にフィラデルフィア海軍造船所で退役し、翌日除籍された。M-1 は1922年9月25日にフィラデルフィアのジョセフジーヒトナーにスクラップとして売却された。ありがとうございます。